ジャンペ芸人と、はいはいはい、松竹芸能のジャンペ芸人、はいはい、まさかやもんね、そのこの楽器が被るって。カーテンとカーテンの狭間から光がこう模倣がさせて、ほぼ一緒やろ、ジャンペが被ってて、もうええわ、一緒。マシマシ大乱歩、どうも、あずき坊主です。ばばくんです。ももちゃんです。何に合わせて大乱歩ボマッシュブラボーズです。そしてどうもシンバルモンキーです。お願いします。ほんであのポンポンさんほぼ質感一緒なんですね。そうなんよ、サテンやから、サテンやから、テラテラやから。これがね、やっぱその何を隠そう、 M1 2回戦、はいはい、同じ時間しかもグループ違うけれども、はい、2つ出番後、そうですね、そういうことです、はい、のもうこんなタイミングでジャンベ芸人が被るかっていうので震えましたね。あれ震えたから、ちょっとその時の話をちょっとね、お互いにしていけたらなと思って選んでいただきました。まあとりあえず、はい、まずシンバルモンキー、はい、M1 3回戦進出おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いやーどう、やっぱ嬉しかった。まあ嬉しい、まあ普通嬉しかったですね。だ去年が僕ら1回2回戦落ちて、奇跡の追加を、そうか、去年追加だった、そうなんですよ。だから去年も結構手応えあって、うん、でもその2回戦の結果発表の時名前呼ばれなかったっていう、はい、このトラウマがあったんで、なるほどな、今年名前どうやろうってちゃんと呼ばれたんで、今年はだからまっすぐ3回戦行けて、いやー、めでたい、いや、よかった、これもめっちゃめでたい。去年の3回戦はどこで受けた？満劇、満劇やった、満劇のもトップで、うわー、はいはい、そうや、そうやった、そうやった、他全部吉本、なるほどな、超アウェイ、ほぼ前説みたいなってことや、前説って、まあ、出て、で、そっからわかる、俺らもトップバッターの時前説なりがちやから、それ用の、それ用のつかみいっぱい用意してるもん。あ、そう、いやー、だからちょっといろいろね、話を聞いて、そうです、そうです、いや、これが吉本興業のジャンベ芸人と、はいはい、松竹芸能のジャンベ芸人、はいはい、まさかやもんね、そのこの楽器が被るって、いや、本当にまさかでした、はい、すごいな、しかもこれが東の西のとかじゃなくて大阪の事務所近いで被ってんのが近いところや、めっちゃ探しましたけど東にはいないです。あ、おらんねん、おらへん、じゃあもう全国で、じゃあ全国ここだけ、ここだけ、まあ、ちょっとバイキングの、ね、西村さんが、ね、ちょっとぐらい、あれもちょっと趣味やもんな、趣味ですよね。あ、そうだね、だからもう毎回のネタで絶対使うのは僕らだけ。あー、そうかそうか、そうなんや。え、これはっきりさしときたいねんけど、うん、まあ、ちょっとどっちがジャンベって先なん？あ、どっちが先、いおりはどれぐらいから始めた？あ、ジャンベを始めたのは僕はその大学からですよ。お、ちょっとジャンベ歴ってことね。ジャンベ歴ね。だから漫才で使い出したのは、うん、芸歴2年目なんだけど、2年前ですけど、はい、2年前、はい、ジャンベ歴自体はもっとってことか、大学時代からですね。なんで、じゃあ何年、あれ10年ぐらいだった、もうそんななりますよ、もう、じゃあ、そうなんや、はい、え、ボンマちゃんは？俺は前のコンビ解散して路頭に迷ってる時にこれと出会ったから。なんか言うように路頭に迷ってる時に雨が拾ったみたいな、たまたま目に入ったのがこれやったから。6年ぐらい前かな。あ、6年前、じゃあレッカはよりも長い、ね、じゃん、まあジャンベをお笑いとして使ってるのが長いのはボマちゃんだけど、そうやな、でも実際ジャンベと触れ合ってる時間が長いのはいいんだよね。え、この場合さ、やっぱお互い敬語なん？え、どういうこと？てか普通に僕は敬語ですよ、経歴的に。まあでも確かに今判明したもんな、ジャンベ、ジャンベ兄さんやもんな、ジャンベだけで言うたら、ジャンベ兄さん、僕らがジャンベで食っていこうとしてたら僕が先輩だと思う。僕らはお笑いで食べていこうとするんだよ、だ先輩。なるほどね。あ、そうかそうか、そうです、そうだ、ややこしい。僕らがミュージシャンやったら僕らが先輩だよ、先輩や。でもミュージシャンやったら3年4年の差はそんな変わらへんっていうから、タメ口でいけるんですよ。そうそう、ミュージシャンそんな感じだ。そういや、てっきりやっぱそれ使ってるジャンベのなんかさ、使い古し感も全然違うから。まあでも俺これしか持ってないからね。だから6年目ってことか、そのジャンベが。そうそう、こいつがもう、なるほど、今年だから7歳、7歳か、人間で言うと何歳だ？84。すごい。いや、そうなんや、84。めっちゃほんまか、ほんまに。そう、もう帰ってくださいよ。そんな、いや、でもあの M1 の終わった後にエゴサーチしたら、うん、このいや、まさかジャンベが2つ並んで見れるとはな、ボマちゃんの方が黄ばんでたけど、そこは書いてくれた。より何台みたいな、ジャンベ4台。えー、
そんなの大学時代に叩いてたのはレモっていうまた違うブランドの、はいはいはい、あのなんかはいはいはいレモ、ほんまやレモやんけLEMO レモや、これは知ってるよな、知ってるよ、レモのやつはなんかここでチューニングが、できるできる、それは同じ材質ですね。あ、なるほどな、それ結構大きいやつってこと、結構大きい、うんうん、でこれはそのほんまに漫才でジャンベ使おうぜってなってから買ったんで、はいはいはい、でそのなんかもしかしたら移動中とかに壊れるかもしれんっていうのでちょっと安いん買ったんですよ、うんうんうん、これ1万2000円ぐらいなんですよ。おそうなんです、めっちゃ安いんですよ、もっと古いと思う、1万2000円って安い、いや、もっと安いと思うよ、めっちゃ安いと思う、これいくらぐらいですか、これ、これ2万5000円ぐらい、でも、それでも安いです、えぇ、ー、だってこう木じゃないしね、このなんていうの、樹脂というか木じゃないから、多分僕のレモンのやつは6万8000円ぐらいするんですよ、あれ木、あれは、どっちかっていうと多分その皮とそのチューニングができちゃうっていう、そこでちょっと多分出た、はい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 、そんなすんねん、そんな違う、皮とかも高いからね、皮そうです、皮だけ変えたりとかできるできるんかな、でも個人では無理ちゃうか、これチューニングっていつもそのマイネルさん持って行ってるんですか、いや、俺はマイネル、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 あ、そのブランドね、ブランド、あ、あ、お、同じ、同じブランドなんや、そうなんや、これ M なんや、これ同じところで買ってるやつなんや、同じブランド、いや、マイネルさん持って行かずに、マイネルさん、俺は雑貨、あの、民族雑貨屋さんとかそれこそ問い合わせやんか、一回聞いたやんか、あー、はいはいはい、どっかチューニングしてくれへんかな、みたいな聞いて、で、どこ問い合わせても、いや、うちで購入されてないのは知りませんよみたいな、もうなんかぶっちゃ突き放すねん、ほんで、もう一回最悪 YouTube で調べたら、なんか出てきたから、それ調べて自分でチューニング、自分でやったんですか、音符を編んでいくっていう、このこれ今編んだ後、これ全部チューニングなので、すごい、それすごい、でもめっちゃ簡単、これ、覚えたらマジっすか、やってみようかな、サンマちゃんかな、絶対教わった方がいいな、僕その地元があの香川県の高松なんですけど、あ、そうだよ、その高松にあの夢タウン高松って名前してるよ、夢タウン高松のショッピングモールですね、そう、2階にマライカっていうすごい民族、うん、マライカ大阪にもあるね、大阪にもあるチェーンの、うん、そこはほんまになんかやってくれはったっすね、あ、そうだよ、そこで買ってなくても買ってなくても、ね、もしかしたら高松でジャンベ叩く人おらんすぎて、はい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 、やってくれたんかもしれない、大阪のマライカは冷たかったよ、冷たかったっすかジャンベあるあるやろ、全然わかる、全然わかる、ジャンベの井戸端会議みたいな、ジャンベあるあるで短いよ、ずっといけるな、これジャンベあるある、どうするんだよお前、これ編集でクリシパがここバッサリ切ってたらここわからんって、シンバルモンキーのネタ見て思ったの、一番勢いあるってやっぱ登場するときやんか、だから俺らうわーって出てくるやんか、シンバルモンキーネタの登場のときジャンベほとんど叩いてん、そうっすか、確かに確かに、押さえて押さえて、うん、ちゃんと入れところだけジャンベ叩いてんの、あポイントポイントで、ああ俺ちゃんと考えてジャンベ叩いてる、俺が何も考えてないってなるやん、そうなった、えでも考えてるよな、考えてないよ考えた出てきてるよ、逆にだから僕ら初めて大乱暴さん見た時の迫力はもう忘れられないですけど、ああこんな使い方あんのかって、なるほど、同じ楽器でもな、はい、そうです、あのおならの音ジャンベで言い方悪いですけど、こんなんでいいんやって言い方悪いですよ、言い方悪い、言い方悪い、言い方悪い、いろいろ考えたらいいやつない、一個目のやつやん、これジャンベの一個目の音じゃずっと使ってると思う、めっちゃウケるし、そもそもだからテクニックとして、あもううまいやん、ジャンベが、確かにね、どっかで習ってやったりしてた、でもずっと中高吹奏楽部で打楽器叩いてた、あ音楽の人だ、そうずっと打楽器を叩いてたんで、でなんか楽譜で音楽したくなくなった時期があったんですよ、はいはい、カッコつけると、カッコつけるとね、何その時期、もうそのジャズの人、楽譜嫌いだ、なるほど、ね、縛られたそんな音楽は、ね、でその大学でそのなんか自由な楽器なんかないかなって探してたらこいつがおった、はいはいはい、こいつがね、感覚で叩くやん、繊細な、だから叩くの繊細に叩くやん、じゃあこっちはもう野球野球野球ジャンベやからさ、間ないな、何にもないよ、ずっと野球しかやってこんかったですよ、いきなりこれやから、うん、そうだから結局もうその応援歌みたいな叩き方しかできない、どん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 通り紙がガッシーしか知らんかったなんでやねん、いや他あるですね、
しか分からへん。どんどんどんやな。リオリはその音楽のことについて誰に相談すんの？音楽のことに関してですか？まあ、そのジャンベ使ったネタどうしていこうかなみたいな時は、とりあえずそのジャンベ使って漫才しようってなって、うん、一番最初に相談したのはハクション中西さんでした。おあ、それめっちゃお笑いの人やな、はい、そうです、ね、そもそも受け入れられるんかっていうので、うん、インターハクション中西さんに、うん、ああ、ほんま1年目か2年目、そうや、ね、2年目始まりぐらい。へえ、その時ハクションさんなんて言ってた？しっかり困ってはいましたけど、いやーみたいな、とりあえず寄りに叩いてみみたいな言って、寄りに叩いてあげて、いやーみたいな、ずっと困ってました。ずっと困ってます。一回見て、ずっと見て、どんなとなんでやってるのか。ピン芸人が持ってるのってわけが違うもんな。そうですね、漫才で。そうそう、俺ピン時代はまだなんかその、あったら盛り上がるし、盛り上げ芸に徹するみたいな芸風でやってたけど、いざ漫才でこれをってなったら、結構その、ネタ中使いづらいというか、俺らの場合は。いやいや、僕らもそうっすよ。結局これありきになっちゃうやんか。はい、ほんまそうっす。なんでこんなん使ってんねやろって思う時何回もあります。えそうなん？ありますあります。もうでも僕らがこれを使い始めた理由が、うん、そのウエストワンズってユニットがあったじゃないですか。あれに僕らそのほんまに一番無名のコンビで、うん、1年目の時ですね。1年経ってないぐらいの時に入れてもらったんですよ、はい、その時それこそ香川県出身でさぬき弁漫才みたいな人なんですけど、そうなんや。そうなんですよ。それこそそのもうあのね、風穴さんだ、ニボイワさんだっていう化け物たちの中でこの芸風じゃもうダメだと。なるほど。何か変えないと。なんかもう急成長する爆発的な何かが必要やってなった時に、家帰ったらその僕が大学時代使ってたジャンベがカーテンとカーテンの狭間から光がこう模倣がさしてて、ほぼ一緒やん。そのジャンベが光ってて、もうええわ、これやと思って。ジャンベとも出会いが一緒。こうなった時に出会うやん。ジャンベこうなった時にジャンベで。わかるわかる。俺も楽器屋さんでこう、あどうしようかなんか。いいかなってこう歩いてたら、なんかガサガサって音がして、パッて見たら、ちょっと動いててこう、ガサガサって動いてて、はい、はってなんやろ。嘘すぎるやんか。あんなうるさいのにこんな開けるんやって。ガサガサ冷めるようなこと言うんやろ。なんやねんそれ。いや俺考えてたよ、イオリがその光がさしてたって言うから、そのあ、よかったなって言って、なんか夕方やったら西日やからなんか筆箱とか当たってたら大変やなとか。あーごめんごめん、いろいろ考えてた、それをお勧めした上で最後に言おうと思ってたのが、ってたのがなくなったらガサガサって動いてたんやってさ、変な嘘つくからいきなりテイスト変わってた。ごめん、そら早う。そら早う。でもこうなんか今後一緒にやっていけたらな、こういい方向がお互い見つかるかもしれない。いやほんまやね。いやほんま刺激し合って、そうやね。だからちょっとお互い頑張っていきましょう。いや頑張っていきましょう。とりあえず、まあ、3回戦ちょっと頑張って、はい、あ頑張っていきましょう。ジャンベの知名度も上げていきます。あ、そうやな、はい、ほんまや、一緒に上げていきます。シンバルモンキーがまずここでジャンベの知名度上げていってくれたら、はい、俺ら来年またもっと出やすくなるな。そうやね、3回戦までとりあえず YouTube に見たことしたらジャンベが広がりますからね。いや、まあ、でもどうした去年シンバルモンキー、はい、大幅カット大幅カットって。僕らの手が見つけたんですよね。著作権です。著作権です。著作権です。こうやってんな。ディズニーやる。忘れそんなこと忘れて。みんな3分やのにシンバルモンキーだけ2分。結構カットされてるね。短。気をつけて。楽しみですね。いや楽しみですね。シンバルモンキー来てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あの動画でずっとジャンベジャンベって言ってますけど、正式にはジェンベやから。知らんよ。ジェンベ知らんて。